はい、こんにちは。今日もですね、質問が来てますので回答していきたいなと思います。60代女性です。初回は肩こり腰痛で来院された患者様で、12回の施術と枕や AB サポーター愛用の会あって、月1回のメンテナンス期間に入っていった方ですと。まあ、その方が胆石で入院されたという連絡を受けました。薬で散らす、治療後退院され、薬では散らしきれないと今度は胆の摘出手術をするとのことですと。30代で、足首、右足首、外側側副靭帯かな、側副靭帯損傷の手術痕で、かなり体への影響が出ていたことを手術、施術のたびに言い続けてきた私としては、どうにか手術を回避できないかと、患者様と向き合いたいのですと。今まで私の施術でしてきた強化の技術だけでは説得力に欠け、おそらく予定通り手術されるとのこととなりそうですと。胆石の患者様に特化した協会の、施術や対応策など、今私の患者様にできる限りのことを熊谷先生の経験から教えてくださいということなんですけども、まあ正直ですね、難しいと思いますね。胆石になってしまった、どこまでフォローできるかっていうところだと思うんですけども、じゃあ今もう心臓発作で倒れました、じゃあその人に対して、じゃあ整体やりますかっていう話になってきちゃうと思うんですね。どこのラインまで整体の効果が発揮されて、どこのラインから、まあ、西洋医学だったりとかの方がいいのかっていうところだと思うんですけど、よくですね、僕が話をするようにちょっと聞いたことあるかもしれないですけども、本部、僕の会社は新宿にありますけども、じゃあ新宿まで、じゃあ最短で、来るためにはどんな手法がありますかってなった時に、徒歩、自転車、車、タクシーも含むんですね。あとは電車で、飛行機っていうふうにいろんな手法があります。で、これはですね、その症状を治す方法がこれだけあるっていうふうに言ってるのと同じことだと思うんですけど、じゃあ一番効果的と思われる、でこの場合移動する場合は効果的っていうのは、早く移動できるっていうのは何ですかっていうのが飛行機になりますね。でもそれが、じゃあ東京駅から新宿に来るのに一番早いのは何ですかってなった時に、飛行機って選択するかっていうとできないですよね。空港がないし、で多分早いのは飛行機でしょうけど使えないっていうことがあると思うんですね。で電車とか、あと徒歩とかね、そのどこから出発してどこまで行きたいのかによって、その手法っていうのは変わってくるっていうのが、まあ、当たり前の話で、でどうしてもこの整体技術をやってしまうと、この整体でなんとかできないかって思うんですけど、その飛行機の操縦士が、じゃあ東京駅から新宿まで飛行機でなんとかできないかって言ってるのと変わんない話になっちゃうんですよね。なので基本的な僕の立ち位置としては、整体はここからここまではすごく効果的です、でもここからここまでの状況に関しては整体じゃなくて別な方がいいですねっていう風なトータルで見ていくっていうのが基本的に、一番いい方法じゃないかなというふうに思うんですね。当然心臓発作で倒れました、でそれに対して整体技術がないかと言われるとなくはないですけど、じゃあ本当にそれをやれますかってなった時に、責任も問われますし、いろんなことを考えていくとなかなかやっぱり難しい部分があると思うんですね。でだったらもう心臓止まってたら、まあ、救急車呼ぶとかっていうのもそうですし、AED とかですね使ったりとか、その他の手法を使うわけですよね。でこのケース、極端に言うとそういう話ですけど、このケースももうその胆石になって、オーダーが出たりとか、その症状が書いてありませんから分かりませんけど、オーダーが出たりとか、その食事の問題が起こったりとか、あとは便の問題とかですね、あとは腹痛とか痛みが強いとかですね、いろいろ多分症状ってあると思うんですけど、そこをじゃあ整体で直接やった方が患者様のためになるのかっていうふうに考えた時に、結構極端な先生だと、もう薬は絶対 NG ですよっていう風な先生も多分会ったことあると思うんですね、この業界にいると。
でも、まあ、風邪薬とかそういう軽微なものでもそうなんですけど、どこを目指すかなんですけど、じゃあ薬を使ったら、例えばですけど寿命が何日か縮まるとしましょうか。で、何日か縮まるのと、じゃあそれを、そこをゴールにするのか、それとも生きてる間にどれだけその活動っていうか、幸せを感じるのか。で、寿命が短くなっても幸せを感じた方がいいっていう方もいらっしゃるし、あの別に幸せなんかどうでもいいから生きたいっていう人もいると思うんで、あのそこってその患者様とか、考え方によって全然変わっちゃうと思うんですね。で、今日本人の寿命が90歳くらいとかね、なってると思うんですけども、実際にじゃあ健康寿命っていうふうな考え方で言った時に、寝たきり期間って実際は10年くらいあるっていうふうに言われたりするんですね。12年とかかな、寝たきりが12年あるわけですね。で、80歳くらいから90歳くらいまでの10年間は寝たきりっていうふうな形の方が、まあ、非常に平均値で見た時にも多いというふうに言われていて、それをじゃあ薬を飲まないことでずる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 1年くらいその症状を引っ張るのか、それとも薬を飲んで1ヶ月で改善させてしまって寿命は減るかもしれないけども、その他の、まあ、10ヶ月とかそのくらいは快適に過ごすのかっていうふうに考えた時に、僕はこれは僕の考えです、個人的な考えですけども、僕はその、人生を楽しむためには健康でいなくちゃいけない、で健康の定義としてもその動ける状態じゃなくちゃいけないと思ってますので、あのいくら一応動いてるけどこの体調悪いなっていう、それって幸せ感じられないと思うんですよね。なのでそういうふうに手術をするとかその薬を飲むっていうことに対して否定はしないですね。ただ短期的に早く治すために、でより幸せを感じてもらうためにそういうふうな施策を打つ方法を取るっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。なので僕がもしこの患者さんと接しているのであれば、整体でこの胆石をなんとかしようっていう考え方はしないですね。で、それを、まあ、整体でできることって当然あるとは思うんですけども、あのそれの効果と、あとは実際に期間ですね、その症状に苦しむ期間を考えた時に、その胆石を取った方がその期間が短くなる可能性があるのであれば、そちらを進めるというか、まあ、声を大にしては進めないですけども、まあ、そういう方法も一つあるかもしれないですね。でそういうふうにもし患者様が、それを選択した場合に、その予後の問題ですね、手術をしました、そうしたら今度予後としてはこういうふうなケースがありますよっていう、でそれに対してはこういうふうなアドバイスだったりとか、こういうふうな施策をすることによってもうそれをずっとこう短縮したりとか、症状が出なくすることができるとかっていう風なサポートはできるかもしれませんねっていう風な話の方に、持っていってサポートしていくことを選ぶかなっていう風に僕は思います。はい、中にはやっぱりこう痛みに耐えかねて、ヘルニアとかもそうですけど、どうしてもそのヘルニアも痛みもね、もうすぐこう引く人もいれば、やっぱり1週間くらいずっとこう痛くてもう寝たきりみたいな状態の人も僕でもあります。当然それはその状況によってやっぱり、自然の力を使って治すわけなので、炎症がもうとてつもなくひどければそれを引くまでにどうしたって時間かかります。それは正しくなってたとしても、3日4日時間がかかって痛みがひどいっていうケースもやっぱりあるわけですよね。それが嫌だからもう手術してしまう、手術しちゃって痛み効かないんですけど、でもその患者さんとしての選択肢としてはそれがいいっていうふうに思ってたとしたら、余計ね1ヶ月間入院することになったとしてもそれを選ぶっていうこともあり得るわけですね。でもそれって、その人が選んだことだから別にそこを否定する必要もないし、じゃあ僕たちがやることってなんだろうってなった時に、その手術期間をどれだけ短くできるかとか、手術した後のその予後の調整っていうのはどういうふうにこうできるかっていうことに関わってくるかなというふうに思うので、やれることに対してフォーカスした方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。そう思った時にじゃあどうしたらいいんだってなってくると、こうならないようにしていくっていうのが一番僕たちがやっていかなくちゃいけないことで、症状が起こったってことはその過去もあって
その後の未来があって、未来をどういうふうに変えていくかってことをやるわけですけど、本来はその予防的なところなる前にそこを直していってあげたりとか、ならないような状況をどう提案していったらいいかってことをやっていくのが僕たちの本質の仕事なんじゃないかなというふうに思うわけですね。だから家で使うような枕を作ったりとか、あとサプリメントを開発したりとか、まあいろいろそういうふうな予防のところのアイテムですね。でそれっていうのはその東京駅から新宿に来るっていうふうな期間っていうのは整体だったらいいかもしれないけども、じゃあ今度それが北海道から来る場合どうするのっていうふうな形になってくるわけですよ。今手持ちがその電車っていうふうなツールを持ってるのであれば、その生態技術をね持ってるのであれば、東京から新宿まではすごく快適に過ごせるかもしれない。でもじゃあ北海道の人が電車で来ますかってなった時になかなか大変なので、じゃあそうしたら整体じゃなくてこっちの方がいいですよねっていう風な飛行機だったりとか、今は新幹線を通ってますから新幹線をお勧めしたりとかね、そういったトータル的に今その整体の特化したその部分だけじゃなくて、それ以外のところを整体以外で抑えていくっていうのも非常にですねプラスになってくるんじゃないかなと思いますし、患者さんもそっちの方を求めているケースもすごく多いので、まあ、そういったトータル的な考え方で患者さんに接していけるとよりいいんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとですね、直接的な回答にはなってないかもしれないんですけども、僕の考え方としてはそうなんですね。もう胆石になっても手術 してしまえ、手術がもう適用されてしまう。もうこれ手術した方がいいよってお医者さんが言うっていうことは、もう生体の域を超えてる。もう自然的な流れとしてですよ。でその胆石がもし整体で治せたとしても、治っていく状況を作れたとしても、それを改善するまでにもう2ヶ月3ヶ月かかっていくと、それが、まあ、自信持って言えるかっていうところも もちろんその一つある責任としてですね、あることだと思うんですけども、まあ、それ以外にもその症状を抱えたまま2ヶ月3ヶ月耐えられるかっていうふうな話もあるわけです。別で考えた時にこっちのやり手側としては症状ないですからね。患者さんと接してるのもその1週間に1回とかそんなレベルですからいいですけど、患者さんってずっと24時間ずっとその症状抱えてるんで、自分がその症状抱えた時にこれ本当に1日でも早く治せないかなって思うと思うんですね。でそういうふうに思った時に、僕はちょっとその2ヶ月3ヶ月我慢してくださいっていうのはなかなか僕の口から言いづらいなっていうふうに思うんですね。であれば病院と連携しながらとか、病院と連携できなくてもその患者さんをね、病院でこういうふうにあるんだったらこういうふうなことが起こる可能性があるから、そこに対しては僕たちが力貸せるんで、そこはサポートしたいと思ってますけどどうですかっていうような提案をしていくとか、そっちの方にシフトしていった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですね。そこをそういうふうな解釈で僕自身は患者さんにですね対応してますので、まあ、参考にしていただけたらなと。でも申し訳ないですけど、直接的にねその胆石をちっちゃくするとか取り除くっていう風な手法は今のところないです、正直。そういったところ、まあ、症例は当然その人だけを胆石だけを集めてるわけじゃないので、胆石を治すための特化っていうのを探していると思うんですけども、申し訳ないですけどそこは今のところないです。でそれに対しての対策としてそういうふうな形ですよね、考えて接していくのが、まあ、ベターじゃないかなというふうに僕は思ってますので、今回はですね回答にさせていただきたいなというふうに思います。まあもうちょっと掘っていろいろなところを聞きたければまた、いただければ僕も答えられる範囲内で回答したいなと思いますので、参考にしてみていただきたいなと思います。では以上になります。失礼します。